おはようございます、皆始さん、おまっはようごた。ざいます。ヒカルさん、ユウまさたん、始まった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。アメン、おはようごアざいメン、まおはようございます。今日はちょっと涼しくていいですね。やはり昨日はかなり暑くなかったですか？まあ、暑いで昨日す。はなんか特別になんか暑かったような感じがしましたけど、はい。もうその、まあこれからも暑い時あるかもしれないけど、今週は比較的なんか涼しいような1週間のようですね。まあ残暑がない方がいいと思うんだけども このぐらいだといいですね。過ごしやすいですね。昨日はね、礼拝して、皆さん、ヒカルさんは長時間ね、教会におられましたけど、いかがでしたか？すごくこう油注がれた感じでしたね。アメン。ね、ヒカルさんは9時ぐらいから6時ぐらいまででしょうかね。じゃあちょっと聞き入もしてますあ、いいね。ですよ。はい、聞いててください。何かあったらちょっとはい。声出してみてくださいね。はい。ああ。ひかりさん、何か思わされたこととか、何か話したいことありますか？そうですね。朝、こう、職場の人がこう、やっぱり人間、後ろめたさがあったら、なんたらなんたらと言ってたんで、それを聞いたときに、こう、後ろめたさっていうことをね、ちょっと考えましたね。人間がこう、罪を知るために、こう、神様によってそういう後ろめたさを感じるように、作られたんではないかと、その後ろめたさをこう与えられているというか、その後ろめたさがある時っていうのが罪が働いてる時じゃないかなっていうふうに感じたりしましたね。アメン、アメン。まあ在籍感と言ったらいいでしょうかね。罪、その何か神様に対して正しくないという感覚、それはやっぱり私たちを苦しめるためじゃなくて、神様が警告しているような感じでしょうかね。後ろめたさを感じて、あ、何かおかしいなと、そういうふうに考えさせるためじゃないかな。その未信者の人が話してたんで、その後ろめたさがという話を。なんでこう人間みんな後ろめたさがあるんだなということで。あ、人間みんな後ろめたさがある。そうですね。罪人ですから、当然罪を犯しているならば、その後ろめたさを感じて多くの人は生きているということでしょうかね。何か後ろめたさがある。でも、その誰に対して後ろめたいかということがわからないで生きているということでしょうかね、みんなの中で。その重さでみんな生きているので、楽しくないじゃないですかね、人生がね。後ろめたいっていう、そういうのが少しでもあった時に、神様は悔い改めなさいよっていうことを言いたいんですかね。そうですよ、そうですよ。イエス様のところに売春婦とか酒税人とか罪人が
来ましたよね。で、律法学者とかパリサイ人たちは来なかった、まあ、あまり来なくて、比較的、まあ、罪人だと言われてる人が来たでしょ。それはやっぱり彼らはその後ろめたい気持ち、まあ、売春をやってるわけですから、後ろめたい気持ちで仕事してるわけですよね。在籍感が重くて重くてしょうがなくて、しかしそれしか食べる方法はなくて、ああ自分は何と汚れてるんだろう、 なんと自分は悪い人間だろうかと思ってたわけでしょ。でそういう人がなぜイエス様のところに来るかというと、それを許してくれる方が来た、その罪を取ってくれる方が来たということで、もう喜んできたわけですよね。まああと、はい、はい、どうぞどうぞ。でもパリサイ人とか律法学者は、自分たちは正しいことをしてる、自分たちは律法を守ってると言って在籍感を感じなかったわけですよね。後ろめたさを感じないので、罪が分かんなくて、許されなきゃいけないってことが分かんないので、イエス様のところに来ないわけですね。じゃあ後ろめたさっていうのはあった方がいいっていうことですか。もちろんあった方がいいですね。あった方がいいですね。あ、それがなければイエス様が必要としない、イエス様を信じる必要がないわけですね。イエス様のところに来る、イエス様を信じ、もう信じ、もうもうイエス様許してください、イエス様罪を取ってくださいっていうぐらいが本当なんです、本来は。ね、でも罪が分かんないから、なんで信じるの、なんでイエス様は勝手に死んだのとか、そういうとんでもないことを言うわけですね、多くの人はね。もう本当に私は重くて生きていけません、もう私はもう自分の罪で苦しくて苦しくてたまりません、イエス様どうぞ取ってください、これが正直な気持ちじゃないでしょうかね。ある遊女はね、ある遊女はあまりにも嬉しくて、あまりにも罪を許してくれて、その自分の涙の壺かなんか、まあ、涙をその時流した涙かどうか分かんないんだけど、涙の壺っていうのがあって、そのイエス様の足に涙で濡らして自分の髪の毛で拭いてね、もうイエス様に感謝感謝感激雨あられで、もう本当にイエス様ありがとう、私はもう苦しかったんです、苦しかったんです、イエス様許してくれたありがとうって、もう涙流しながらイエス様の足を拭いたんですよ、髪の毛で。それほどその友情の解放感、罪が許されたということの喜びがすごく大きいわけ。後ろめたさがないっていうのってありえるんですかね。後ろめたさがないというのは結局罪がわからないので、罪が見えないので、その何でしょうか、こう罪を感じないっていうことが在籍感がないってことじゃないかな。それはもう自分が正しいとこう、そういう思い込んでる、そういう傲慢みたいな感じによって、その罪悪感とか後ろめたさみたいなのを感じないっていうことですか。まあ、遊女とか修善人とかね、そういう人たちはみんなに罪と罪とって言われるから分かりやすいじゃないですか。ヤクザの人もね、自分が悪いことしてるってことはよく分かるけど、パリサイ人とか律法学者は偉いですね、立派ですね、素晴らしいですねとかみんな褒められるでしょ。で褒められる人っていうのは自分は傲慢になっちゃって、自分は立派なんだと思っちゃってね、自分の罪が見えなくなっちゃうんですよ。だから社会的に上の人は自分の罪が見えにくくなっちゃうんでしょうね。じゃあ僕は褒められたくないです。そう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 なんですよ。
第一コリント一章には、こう書いてあるんですね、第一コリント一章にはですね、この世の知者は多くなく、権力者も多くなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取りに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするために、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。つまり、その友情や主善人を選んだのは神の知恵であって、それは人間が誇らないためだと書いてあるんですね、うん、人間が誇らないために弱いものを選んだ、うん、ですね。在籍感を持つというのは、そのある意味では選ばれているということなのかもしれませんね、うん。またその後ろめたさを感じているけども、それをなんかこう気にしないふりをしたり、気づかないふりをしたり、こうほとんど無意識に近いくらいちょっとこう感じて、でもこうえいってこうなんか気づかないようなふりして、こうそのまんま悪いことしてしまうっていうこともあると思うんですけど、その罪を意識、わざと意識しないで罪を犯すっていう、まあ、結局罪とってそうですよね。罪っていうのは悪いことだってことを承知で、それを無視して悪いことをするのが罪とですよね、うん、でもそこで、あ、悪いことをしちゃいけないんじゃないかなという後ろめたさを感じて悩んでいくならば、ね、悔い改めに導かれるかもしれないし、開き直って、うん、もうみんなもやってるし、そんなことは構わないじゃないか、どうでもいいじゃないかって開き直ってる人は罪を続けるんじゃないかな。正直な人はやっぱり自分の罪というものを、やっぱりそれを放置できない、やっぱり良くないんじゃないかな、やっぱりこういう悪いことしちゃいけないんじゃないかな、やっぱりちょっとどうしようかな、どうしたら悪いことしないで済むかなというふうになっていく人は正直っていうか、素直っていうかね、まともというか、その自分の罪に対してなんていうんでしょうかね、その反省する気持ちっていうかね、そういう気持ちがある人は、じゃあどうしたらその自分は罪を犯さなくなれるんだろうと考えていくと、やっぱり誰か助けが必要だ、救い主が必要だっていうふうになっていくんじゃないでしょうかね、うんうん、自分の力ではどうしようもならない、自分の力では悪いことをやめれないんだというね、そのことが理解できるといいですよね、うん、なんかこうさっきキューちゃんが言ったこう本当は悪いんじゃないか、本当はこうなんじゃないかってい こう素直に真面目に考える人、うん、でなんか世の中の人でそういう人がいたら、周りからお前は真面目だなっていういいんだよそれぐらい、もうみんなやってんだからもうこうそれ適当でいいよとか、なんかこうそのぐらいのね、そのぐらい考えすぎだよとかね、もうそのぐらい綺麗事じゃ生きていけないよとかね、なんかこう平気で悪いことをね容認するような風潮がありますよ、社会にはね、なんか一緒にこう罪の中に引き入れたいのか、そう、でも聖書にはね、彼らの仲間に入っちゃいけないって書いてあるんですね、彼らの仲間に入っちゃいけない、罪人の仲間に入っちゃいけないっていうね、うん、学校でも教室かなんかで
悪グループとそれから模範生グループとこう分かれませんか。ね、もちろん模範生グループがクリスチャンということではなくて、それはまた別な話ですけど、なんかやっぱりこうグループが分かれますよね。悪は悪でこう集まるようなね、そういう、でもその悪の中で、ああ自分は悪に入っちゃいけないな、人をいじめちゃいけないなとか、そういうふうに思う人もいるんですよね。うん、それは一種の悔い改め的な雰囲気がありますか？ありますよ、ありますよね。まあ、ただ神に悔い改めないといけないということですよね。何かね、その何かわからないけど、あ、こんな悪いことしていちゃいけない、あ、何かこれは良くない、これは人の道に外れるとかね、何かこう感じる人がいたらば、うん、その人は救いを求めるようになるんじゃないかな。クリスチャンにもありますかね、後ろめたさを感じるときっていうのは。いや、クリスチャンに なればなるほど、クリスチャンではあればあるほど、罪責感感じやすいですよ、当然ね。だってイエス様を信じてね、悪いことすればものすごく重くなりますから。ものすごく重い、もうね、地獄の刑罰も知ってるし、神の怒りも知っているし、永遠の死というか、そういうことを知っているクリスチャンはものすごい罪責感を感じるんじゃないですか。例えば不貧困とかお酒とかタバコとかギャンブルとか、はい、何ですか、お金を求めるとか、そういうことをしていると感じるんですかね。ねえ、聖霊様がね、私たちをそれでこうね、罪責感を教えてくれるんじゃないかな。あなたそれ罪じゃないですか、あなたそれはね、正しいんですかとか、聖霊様が教えてくれて、むしろ逆にクリスチャンはそういう聖霊様によって罪責感をで罪を教えてくれるから、むしろその歯止めになるわけですね。歯止めにね、すぐに気がつくっていうか、すぐに罪に気がつくっていうか、それがとても大事だと思うんですね。じゃあ後ろめたさを感じるときっていうのは、あ、なんかこれは罪なんじゃないかとこう考えてみて、その罪を見つけて悔い改めるっていう感じですか？そうですね、そうですね。普通の人が感じないような罪責感をクリスチャンが感じて、早めにそれをやめることができるというかね。罪に敏感になるというか、信者の人はですね、罪に鈍感なんですよ。罪に鈍感というのは平気で罪を犯す、平気で悪いことをするわけですね。でもクリスチャンは罪に敏感になるんですね。すごく敏感になる、センサーが働くわけですね。罪センサーが働いてですね、ピッピッピッと鳴るわけですね、罪センサーがね。それは良くないよ、それは良くないよって、そういう罪センサーが働くわけです。まあ、イエス様が盲人には盲人を導けないというような言い方をしましたけど、はいはい、その盲人っていうのは罪が見えないっていう意味の盲人ですからね。そうですね、そういうことですね。罪が見えない、ね、その、まだイエス様を知らないというか、イエス様の光を受けてない律法学者パリサイ人がどうして未信者を導けるんですかということですね。もし救われてない牧師がね、人を救うことができますか？いや、できないですよね。イエス様を信じてない牧師がイエス様を信じるようには導けないですよね。油杉を持っていない牧師が油杉を与えることはできないですよね。愛を持ってない牧師が人に愛を持つように導けないですよね。ですから牧師というのは特別な
責任があるんですね、うん、もし牧師がね正しくなければ、厳しい罰を受けると書いてありますね。厳しい罰は怖いんですよ。牧師は責任があってですね、うん、特別な厳しさがある。多くの人をつまずかしたら大変なことになりますね、うん、この小さな私を信じるこの小さなものをつまずかせるなら石臼を首につけて湖の真ん中で溺れた方がマシだっていう見言葉があるでしょう、はい、ね、一人の人をつまずかせるだけでもものすごく罪が重いわけですよね、うん、牧師はたくさんの人をつまずかせる可能性がありますからすごく罪が重くなりますよね、うん、まあ、だからって言ってね、その牧師とか教師にならない方がいいよっていうことではなくて、うん、牧師教師 のいいところもたくさんありますので、うん、ね、その教師になりたい牧師になりたいと思ってほしいんですが、うん、普通の社会人もそうですよね。未成年者よりも成人の方が責任が重いじゃないですか、ね、幼稚園の子供より大学生の方が責任が重いでしょう、まあ、それと同じように信仰においても、その成長すればするほど責任が重いんですね、うん、まあ、財政官で潰れちゃってね、それがイエス様のところに来なければ逆に苦しくて自殺しちゃうとか苦しくてもう自暴自棄になっちゃうとか、財政官があまりにも大きすぎてもうね、その自傷行為をしちゃうとかそういうこともあるかもしれませんね、うん、その罪に気づいたっていうことはいいことだから、うん、でそこからの答えを、うん、そのクリスチャンがこうなんかこう何ですか、うん、こう言い広めないとというか、うん、ちゃんと教えてあげないとっていうことですよね、うん、その許されるんだよっていうことを。そうなんですよ。その在籍官が相手を責める、相手を攻撃するか、または自分を攻撃するかという、そういう反応が2つあるんですね、うん、悪い人というのはその在籍間で人を攻撃するようになる、要するに暴言吐くとか暴力振るっていうのはまさに在籍間から来てるかもしれませんね、うん、それから自傷行為とか自分を責めるというのもそれも在籍間から来てるかもしれませんね。2つのパターンがあって、その2つのパターンともイエス様によってその原因を取ってくれるよということを教えてあげないと、いつまでもそれで終わっちゃう、生涯人を責めて終わっちゃう、生涯自分を責めて終わっちゃって人生終わっちゃうみたいな。だからクリスチャンは、ね、その原因である罪というものを取れば、ね、解放されるよ、楽になるよ、人を責めなくなるよ、自分を責めなくなるよっていうことをやっぱりクリスチャンは教えてあげなきゃいけないんですよね。うん、自分を責めるっていうのを、その自分が罪人だからって言ってこう自分なんてって責めるのと、うん、他の理由で自分を責めるっていうのもあるんですかね。あ、
まあ、悪いことをしちゃうと、自分はなんと悪い人間だということで、もう自分は悪い人間だから悪いことしていいんだみたいに、そのセルフイメージっていうんですけどね、自分の価値観が下がっちゃうんですよ。例えば万引き1回やるとするじゃないですか。そうすると自分はもう万引きした泥棒だ、だから自分は泥棒なんだって言ってセルフイメージが低くなって、もう泥棒なんだから悪いことしていいんだみたいにね、その罪がさらに、その罪をこう犯しやすい状況にしていくんですよ。例えば女性がね、女性が、まあ、初めて不貧困してね、自分は汚れてしまったんだ、ね、自分はもう、ね、そういう清さがないんだということで、さらにそういう、だったらもっと関係持っていいんだということで、どん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 深みにはまっていくというケースが多いですよね。なんかこう、一度罪を犯したらもう引き返せないみたいなのはないですかね。あるでしょうね。もうダメなんだってね。自分はもうダメなんだ。自分はもう汚れてしまったんだ。自分はもう罪を犯してしまったんだ。もうダメだと。その罪が許されることを知らないがために、そのどん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 悪い方に行っちゃうということがあるでしょうね。あともう一つはね、その罪を犯すでしょう。そうするとサタンも責めてくるんですよね。お前は罪を犯したからお前はダメなんだ。お前は罪を犯したからお前はもうね、救われないんだ。お前は地獄行くんだっていう。それはその在籍感とはちょっと違って、サタンがこう責めてくるような、そういう感覚もあるかな。悪魔は神様にもこう訴えるっていうことですよね。書いてなかったでしたっけ。神この様に、人間はこんな悪いことしてるとこう訴える。ありますね。呼ぶですか、呼ぶ気で。呼ぶ気だったかな。どこだったかよく覚えてないですけど。呼ぶ気でね、それはちょっと違うかな。それちょっと違うかもしれない。まあ、サタンは告発者といって、その罪を責めてくるんですね。だいたい世の中のいじめとか、世の中のね、悪コメもそうだけど、罪を責めてきますよね。お前はこうした、こう言っただろう、こうしただろう、お前はこうだろうとか言ってね、その責める、これが悪魔なんですよ。悪魔っていうのは責めてくるんですね。世の中はそんなことだらけですね。もう何かあったらすぐ謝罪っそうていそう、う。まさにそれが、まあ、逆にそれが罪と言ってもいいかな。人を責めるということが罪で、お互いに責め合って、お互いに罪を犯し合ってるという感じでしょうかね。その人を責めるのが罪っていうのは、他人も自分もそうそう、っていうことで自す分よを責めるこね。とも罪なんだということですね。はあ。自分を責めることも罪。自分を責めることも罪。まあ、その在籍感っていう意味で、悔い改めるっていう意味ではいいんですけども、ただ責めるだけでは、それは罪だと思うんですよね。その悔い改めになる、そこはちょっと微妙なんですよ。私もちょっとそこのとこまだ認識してないんですけども、その悔い改めるために自分を責めるというのと、ただ責めることを自傷行為みたいな感じで、ただ責めることとはちょっと違うんですよね。そこがちょっと微妙なんですね。それがやっぱりイエス様の方に向かって、イエス様に対してごめんなさいというふうに責めるなら OK なのかな。イエス様抜きで、ただお前はダメだ、お前はダメ、あ、自分はダメだ、自分はダメだ、自分はダメなんだというのが良くないというのかな。
悔い改めを伴わないそういう思いは良くないよっていうことですかね。そうですね、悔い改めないで自分を責めるならば、ただ責めてるだけでっていうことなんでしょうか。なんか信仰によらないことは全て悪いことみたいな書いてなかったですか。あ、そうそうそう。そこは非常に微妙。そうですね、ですからクリスチャンになるということはもうその罪が許されるということで、もう人も責めないし自分も責めないと、自分も責めないし、なんですかね、最初の方の話になりますが、後ろめたさと罪と悔い改めと許されるっていう、そういうことをこうやっぱりこう伝道で伝えていかなきゃいけないですね。許されるっていうことを、許されることを知らないからやっぱり責めるっていうことですよね。自分を責めるっていうのは、あ、ごめんなさい、自分を責めるっていうことは、許されることを知らないから、こう自分を責める。そうですね、責めるということはまだ許してないということですよね。そしてクリスチャンになると自分の罪が許されるって信じるわけですね。自分の罪が許されたからもう自分を責めなくなるんですよ。イエス様が許してくれて、イエス様が責めないなら自分で自分を責めるのはおかしいでしょ。だからそのクリスチャンで自分を責めてる人は自分の罪が許されたということをはっきり確認してないということなのかな。とても大事なとこですね。とても大事なとこで、その信仰生活っていうのはね、罪との戦いでもあるんですね。罪と、十字架がそうですね。十字架というのは罪との戦いで、罪に勝利した。やっぱりみんなこうクリスチャンでも未信者でもやっぱり罪を感じる時っていうのはありますよね。自分の罪、はい、これは悪いことかなっていう。ただなんかその法に触れないところでの悪いことみたいな、それをこうなんか忘れちゃったらもう終わりみたいな、なんかちょっと悪いことしたかな、でもなんかって気にしてるうちにこう忙しい生活の中で忘れちゃうみたいな、
なかなか罪って見えないですよね。なかなか罪ってわからない。人を責めてることが罪だっていうことがわからないし、自分を責めてることが罪だっていうことがわからないですね。その責めてしまう、その責めてしまう罪というものをイエス様によって取ってもらわなければ、まあ、責めてしまうんですけど、その責めてしまうことをどうしたらいいんだろう、自分はどうして人を責めてしまうんだろう、自分を責めてしまうんだろうということをね、それを一人で悩んでるのが多くの人じゃないかな。そしてイエス様のところに来るというわけですね。まあ、電動ホースを見て、変わりたい、変えてもらいたい、罪を許してもらいたい、ね、自分を責めないようになりたい、人を責めないようになりたいと思って信仰を持とうというふうになるといいんですけどね。やっぱこの罪が分かるっていうのはこうすごく大事なことですね。罪が分からないとその先にはこう進めないのかなと今思ったんですが、その罪の認識がないと前に進めない。そうなんですよ。神様はね、その罪を教えたいんですよね。まあ、罪を教えたいということは神の存在を教えたいということでもあると思うんですね。多くの人はいろんな悪いことがあって、いろんな苦しいことがあって問題があるのは、その神様が罪を教えるためだと思うんですね。で、罪が教えたいということは、それは神様に対する罪ということで、その神を教えたいからこそ罪を教えたいということなんでしょうかね。神様は人間を救いたくて、こうそういう思いがあって、でもやっぱりその人間が罪を知って悔い改めないとっていうか、そのことによってイエス様を信じないと救えないという、それでこう罪を教えたいみたいな、そうそう、罪が分からないと救いね、信仰はいらないでしょ。実はね、悪魔のキューピーさんってご存知ですか？はい。その悪魔のキューピーさんはやっぱり罪が分かったんですね。はい。で、教会に行ってるそうですよ、教会に。へー。で、皆さんびっくりするかもしれませんけどね、一応今晩インタビューする予定です。へー。前、だいぶ前に、はい、放送中に突してきましたよね、Qちゃんところ。ありましたね、ありましたね。ね、それでいろいろこう質問して Qちゃんに、はいはい、してましたよね。だからこう、はい、なんか求めてるんだなっていうのは思ってましたけど、まあ、ちょっとね、私もまだ通話したことないのでね、はっきり確認してないんですけど、一応そういう、予定、今チャットでそういう予定を組みました。なんかキューピーさんはなんかご病気だというような話も聞いたことあるんですが、そういうこんな、ああいうこんな、いろいろあったんでしょうね。今晩ね、そういうところをちょっとお聞きできたら嬉しいですね。ああ、そうですか。
私もね、実を言うとそのクリスチャンになった時罪が分かんなかったんですよ。罪が分かんないのにクリスチャンで、クリスチャンになっても十字架の意味が分かんなくてね、変ですよね、そんなんでクリスチャンになれるのかって、まあ、本当のクリスチャンじゃなかったんでしょうね、きっとね、まあ、とにかくなってもいいやみたいな、非常にこう気軽になっちゃったんで良くなかったんですけども、でもまあそうこうしてるうちに、あの中絶の映画を見たっていう話ね、よくしますけど、はいはい、その中絶ということを通して罪が分かったんですよね。ああ自分はね、人殺しなんだという、自分は大きな罪を犯した、だからそういう神様はその人間が悪いことをしてしまうことを通して、その自分の中に罪があるんだということを教えたいんですよね。だから挫折した人、ね、何かこうトラブルがあった人ほど罪が分かりやすく分かるようになるんじゃないかと思うんですね。そういう罪をこう教えられた時とか、その何ですかね、自分の弱さを知らされた時とか、はい、そういう自分にとって苦しい状況の時こそこうイエス様の愛をドバッと受けて、こう信仰がガッと与えられてっていう、そういうことがあるんじゃないですかね。その罪を感じて、そして本当に救いを得る、罪を本当に深く悔い改めてイエス様に許してもらう、これが信仰なんですね。マタイの最初の方に、人間の罪を救うために来られたみたいな、はい、そうですね。ね、奥山さんが来られた時に言ってたんですがね、その断絶していた親子が和解するような感じでしょうかね。あった、また一章の21節、マリアは男の子を見ます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です、というところをね、奥山さんがこう生活苦から救うためじゃないよとか、病気をから救うためじゃないよとか、こう人間関係で悩んでるそこから救うためじゃないよっていう、罪から救うためっていう、でも罪から救われて罪を許されて罪がなくなると、こう、いろんなことが解決してきますよね。そうなんですよ、罪がなくなってくると人生はいい方向にどんどん行くわけですね、だって人を責めない、自分を責めないっていう素晴らしいと思う、それだけでも素晴らしいですよね、在籍感がないっていうことも素晴らしいでしょ。罪ってやっぱ悪霊によってこう、まあなんていうか誘惑されたりとか、こう悪霊によるところも大きいと思うんですけど、悔い改めて罪がこう贖われるところ、悪霊が出ていくというところから、その病気の悪霊も出ていってしまうという、そうですね、それで病気も癒されて、そしてその罪がなくなるというか、あがなわれて神を信じれるようになる、神をこう信じないという罪をあがなわれて、神を信じたら聖書に書いてあることも信じれて、天の父が養ってくださるということを信じれて、そういうこととかいろんなことによって生活苦からも救われるというか、
罪がこう許されるっていうことからいろんなことが解決するという、はい、本当にそうですね。まあ、罪が許されるっていうことは神と和解するということで、神と共に歩むことによってどん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 良くなっていくということですね。罪というのは一人で歩む、神なしで歩むっていうニュアンスですよね。神の言うことを聞かないというニュアンスですが、信仰で歩むっていうのは神と共に歩む、イエス様と共に歩むっていうことですね。今悪魔のキューピーさんからチャット来たんですが、9月12日に、はい、BS の NHK で、はい、何時かは書いてないけど、悪魔のキューピーさんが教会周りをしてるそうですね。その教会周りの一部が放送されるそうですね。20分ほどの放送、何時でしょうかね。教会周り、教会をこう巡る巡るっていうかな。キューピーさん何時ぐらいですか。9月12日って何曜日か。木曜日です。来週の木曜日です。9時40分ですね。9時40分から私テレビ見れない。皆さん見てください。9月12日木曜日。NHK BS の9時40分。朝ですか夜ですか、これは。朝でしょうか夜でしょうか。朝だそうですね。朝9時40分だそうですね。普通にキューちゃん、喋って質問してる答えが返ってくるってことは、今キューピーさん見てらっしゃるという。見てるということですね。あ、そうですか。あら。なるほど。教会周りっていうのはどういうことなんですかね。教会周りっていうのは多分教会巡りみたいなもんじゃないかな。その辺もちょっと今日夜お聞きしたいですね。夜いろいろね、明かししていただけると嬉しいですね。じゃあ夜参加しなくては、ね、BSP でそして信仰生活っていうのは、その罪が、ね、悔い改めて人を許して悔い改めて、どん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 罪がなくなって清くなっていくということですね。イエス様と一緒に歩むことによって自分が清くなっていく、これが信仰生活だと思いますね。そして天国というのは罪のない世界ですね。将来私たちが死んだ後天国に行くところは罪の全くないところ、なんと素晴らしいところでしょうかね。また地獄というのは、その罪の裁きを受けるところ、ね、罪の裁き、その、私たちはその罪をが軽く見えるんですけど、本当は罪っていうのはものすごく重くて、ね、神様に対する罪というのは永遠の死ですよね。永遠の死、その罪の大きさを、まあ、さっき罪責感という言葉があったんですけど、本当はものすごく罪って重いんだということを私たち知らなきゃいけないんですね。私がその以前集会の時に感じた罪というのはものすごく、中絶の時もそうでしたけど、罪がものすごく重く感じたんですね。で、今多くの人はその罪の重さを知らないんですよ。罪の重さを知らない、その罪の重さが分かった時に、ああ本当にイエス様許してくださいっていうね、もう取ってください、重すぎますって、もう苦しいですって、そういう罪の本当の重さっていうものをやっぱり感じるべきじゃないかなと思いますよね。先週の木曜日のなんか夜放送だったと思うんですけど、はい、ダイさんが
罪は持ち上げられないぐらい重いという話言ってましたね。してましたね。持ち上げられないほど重いのに、持ち上げようとしているという。持ち上げようとして落としたら足怪我しなく面白いです。それぐらい重い罪という。多くの人はそんな重い罪を担いでるということですね、だから疲れるし、だからそのなんて言うんでしょうかね、重荷を負ってるわけですね。重荷を負ってる、そこでイエス様が私の首輝は軽くて負いやすいと。そうですね。クリスチャンも若干あの試練はありますけど、それは軽いんだということですね。未信者の時の、 あの重荷の方が圧倒的に重いんだということでしょうか。じゃあ、ヒカルさん、時間来ちゃったのでお祈りしましょう。ね、はい。じゃあ、お願いします。はい。愛する天のお父様、今日も放送を感謝します。今日は罪について話すことができ感謝します。人は、どこかで後ろめたさを感じ、どこかで罪悪感を感じながら生きています。誰でもほんの少しでも、罪悪感や後ろめたさを感じて、いると思います。その罪悪感、後ろめたさが、イエス様が人間に罪を教えたいというそのことから、そのような思いを与えられ、またそのように作られたと感じます。その後ろめたさが働く、後ろめたさを感じるときに罪が働いていると、感じますので、どうかその時に、それを気づかないふりをしたり、後ろめたさを気づかないふりをしたり、後ろめたさをこう忘れようとか、気にしないとか、みんながやってるからとか、そういうことではなく、その後ろめたさを感じたとき、少しでも感じたときに、自分の罪に気づくことが、できますように、どうか罪を教えてください。その後ろめたさを感じたときに、罪を感じてそのまま、自分を責めたり、ますます罪に走ってしまったり、また他人を責めたり、そういうことではなく、その時にこそ悔い改めをください。アメン。後ろめたさを感じたらすぐに悔い改められるようにどうかお願いします。そしてその罪が分かった時に許されるという素晴らしい知らせが、その一人一人に、行き渡りますように、今日の放送に来た人一人一人にも、その罪が許されるということをどうか一人一人の心の深くまでに教えてください。そしてその後ろめたさ、罪悪感の中で自分の罪に気づき悔い改めて許されますように、そして罪が許されて救われることをイエス様が一番望んでおられるということを、そして人間一人一人を深く愛しておられるということを、今日の放送に来た一人一人の心の深く深くまで伝えてください。世の中の人がすごくこの罪によって苦しめられています。罪によってあらゆる苦しみが生まれます。生活苦も生まれます。病気にもなります。争いも生まれます。憎みも生まれます。妬みも生まれます。ネガティブも生まれます。すべての原因かもしれないこの罪をどうかあがなってください。そして十字架の死、イエス様の十字架の死によってこの罪があがなわれ、私たちが許されるものとされたことを感謝します。この、栄光に帯びた偉大な十字架の死を感謝します。感謝して愛するイエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。今日はその罪責感、後ろめたさ、そして罪について、話し合うことができました。私たちは以前は自分を責めていました。人を責めていました。本当に、それが当たり前のような、それが当然のような生き方でしたけども、それが、
神様に対して正しくない、罪深いということを気がついて、そしてイエス様によってその責める心、人を責める心、人を裁く心、また自分を責める心をあなたが取ってくださって、そうしなくなってきたことを本当に感謝します。しかしまだまだそういう部分があります。どうぞイエス様、私たちの心から裁く心や責める心を取ってください、洗ってください。自分を責める心も取ってください。私たちがそのように人に対して優しく、また自分に対しても喜ぶ心を与えてください。イエス様、多くの人は苦しんでいます。多くの人はその罪で苦しんでいます。傷つけ合っています。本当に、特に、弱い人、子供たちや女性や老人たちは特に責められたり、また虐げられたり、人間の罪がどれほど悪い社会にしているのか。しかし、そこにイエス様が来てくれました。イエス様はその罪を取り除くために来てくださいました。十字架で、その罪を許すために、贖うために死んでくださいました。それは本当です。それは事実です。2000年経ってもその十字架の力は今働きます。今悔い改める人たちに働きます。今信じる者たちに働きます。誰でも罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、罪が許されて、その罪のない心になります。イエス様、どうぞ今リスナーの方々でそのことをはっきりと理解して、そのように望んでイエス様を信じますように、悔い改めてイエス様を信じて、罪が許されますように、リスナーの方々を祝福してください。救ってください。救ってください。罪のない心になってください。イエス様が来てください。リスナーの心の中に、イエス様が来てくださり、聖霊様が与えられて、新しい生まれ変わった心、神様と共に、神様と共に生きる心、神様を本当に、受け入れて、新しい生まれ変わった神の子として歩むことができますように、どうぞイエス様、祝福してください。そして、素晴らしい、その優しい心、神様の愛に満ちた心として、生き直すことができますように、どうぞイエス様、彼らから在籍感を取ってください。ネガティブを取ってください。後ろめたさを取ってください。許された罪が許された、永遠に許された、裁きが、ない、裁かれない、神様に裁かれないという、そのような希望と期待感と、与えてください。解放感を与えてください。救われた喜び、許された、喜びを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。ぜひですね、私たちの喜びはまさにその喜びですね、罪が許された喜び、裁かれない喜び、永遠のですね、喜びですよね。はい。じゃあ、その終わりですけれども、今日今晩楽しみにしてくださいね。はい、はい、今晩楽しみです。はい、それじゃあ皆さん、今晩またお会いしましょう。ヒカルさん、リーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。